人数でいうと3500人ぐらいの方がキャンセルになりました。また延期になりました。大阪府の外出自粛要請があったことでお客様の数は非常に減少いたしました。非常に厳しい状態が続いています。3割から5割。新型コロナの感染拡大が経営を直撃するホテル業界。年間3000万人いた海外旅行客は消失し、去年1年間で倒産した宿泊業者は前年のおよそ 1.7 倍に上る。しかし、信用調査会社の帝国データバンクによると、多くの宿泊業者も銀行からの緊急融資や政府の支援策で延命しているだけで、いつ倒産してもおかしくない状況だという。コロナ禍の収束が見えない中、オープンです。ここが西日本で最大の客室数になるホテルの予定です。関西で相次いでいるのが新しいホテルの開業だ。拡大戦略を取るチャンスの時でもある。先月6月はだいたい個室はもう9割ぐらい入っている形でしたね。苦境にあえいでいるはずのホテル業界で一体何が起きているのか。コロナ禍で始まっている地殻変動を撃墜した。アロフト大阪堂島オープンです。大阪の緊急事態宣言が解除されてから間もない先月末、大阪駅の近くに新しいホテルがオープンした。手掛けたのはザ・リッツ・カールトンなどのラグジュアリーホテルで知られる世界最大のホテルチェーンの一つ、マリオット・インターナショナル。一泊およそ2万5000円から5万円のラグジュアリーホテルで、海外旅行が難しい今、近場のホテルで優雅に過ごすバカンス、その名もホカンスを打ち出している。高級感あふれる客室にはコロナ禍を意識したものも。こちらの部屋では2つのベッドが縦に並んでいて、頭の位置を離して距離を取ることができます。バーでは地元のアーティストのライブや音楽をたしなみ、部屋でアフタヌーンティーを満喫することもできる。なぜ旅行客が少ない今開業に踏み切ったのか。戦略としては、そもそも当初からラグジュアリーの部分の開発に注力してきました。日本以外の海外の経済大国では、こういったラグジュアリーホテルがたくさんあるわけですが、日本ではまだ不十分であり、市場を満足させるだけの数がないと考えたからです。民間のコンサルティング会社によると、大阪や京都ではホテルは供給過多と言われるが、最高級の価格帯にあるラグジュアリーホテルは全国で不足していて、成長が期待できるという。さらにコロナ禍が明ければ、年間3000万人いた海外旅行客は戻り、その数はさらに増える見込みで、中でも関西はリピーターの受け皿になるという。アフターコロナを見据えれば、今開業することは得策に見えるが、そうした戦略を取れる事業者は限られている。我々がパートナーとして一緒にお仕事をさせていただいているお客様、すなわち会社は、日本の大きな会社で、非常に潤沢なキャッシュリザーブがあります。ですから長期的見通しに立ってこういう判断をしているということです。鍵になるのはキャッシュリザーブ、すなわち資金力だ。コロナ禍の今、資金力を糧に拡大戦略を取る事業者は他にも。ビジネスホテルチェーンアパホテル、今年に入ってすでに全国で15棟のホテルをオープンした。さらに24棟の開業の計画が進行中だという。トップの元屋代表にコロナ禍でもホテルの開業を進める理由を聞いてみると。チャンスだよね。厳しい時があればね、その時に結局
その業界かホテルから撤退したり計画を断念したりする人がいるじゃないですか。でそういうのが売り物が出てくるぐらい厳しくなればうちも買えるんだね。大阪難波、今年4月にオープンしたばかりのアパホテルに一人の男性が現れた。アパグループの執行役員出倉照弘さん、関西エリアのホテルの新規開拓を統括するキーパーソンだ。ここにもやっぱり綺麗な感じでシャンデリアの仕上げになっていく感じ。そうです。この正面の部分が、はい、あのミラーを設置して、はい、ちょっと奥行きを出す、あーゴージャスな感じにして、はい、でフロントもこうカットして、はい、自動チェックインを綺麗にすっきりと収めるような感じ。そうです。あのカウンターズーム変えて、それでここがあの少し開口を作りまして、出入りできるように。ああそのが便利ですよね。出倉さん、いわゆるここアパスタイルのホテルのロビーとちょっと作りが違うかなと思ったんですけど、はい、それは何でなんですか。ここはあの買収させていただいたホテルなんです。いつもあの新築のイメージあると思うんですけど、ここは買収をしたホテルなので、やっぱりその辺が違うから今、アパ仕様に変えていく打ち合わせをさせていただいてるんですね。でももうここ営業してますよ。営業はさせていただいてます。このホテルは新型コロナの影響で経営していた業者が撤退、アパグループが買収し看板などを付け替え、アパホテルとして営業を始めたという。買収からオープンまではわずか11日。それだけに元のホテルの特徴が色濃く残っている。お、なるほど、畳だ。ただユニットバスがここにあるのがこっち側に来ると、はい、で卵型の節水型のやつが入ると、アパホテルの仕様のユニットバスが入る。で動線的には入り口入ってユニットバスで、こうあってベッドが2本ある感じ、はい、2台、はい、営業はやめず客室は稼働させながら徐々にこだわりのアパスタイルに作り変えていく。あの営業止めるっていうわけではなくって、お客さんは常に入れてさせていただきながら、まあ、空いてるフロアの調整をして、工事は進めていくと、うん、同時並行で進めさせていただきたいと思ってます、うん、その営業し続けるというのもこだわり。そうですね、やはりあのここにお泊まりいただきたいというお客さんがいるので、そういう需要には常に応えるようにしていきたいなと思ってます。はい、お疲れ様です。続いて出倉さんが訪れたのが大阪梅田の工事現場。あれなら一緒に、ここが西日本で最大の客室数になるホテルの予定です、はい、来年冬に完成予定の地上34階建ておよそ1700室のアパホテルの大阪梅田駅タワー。メインターゲットのビジネスマンに加え旅行客も取り込むため、屋上プールのほか複数のレストランやカフェを入れ、リゾート感を味わえるように工夫を凝らす。一フロア標準階で60室。こっからだから100メーターずっと上がっていく感じ。うん。さらに2024年には難波にもこれを超える規模の地上40階建てのホテルを建設する予定だ。厳しい時があるこそ河川化が進行する。河川化とは、少数の企業が市場の大半を占める状態。元谷代表はコロナ禍の今こそ河川化を進めたいと話す。で、私の定義か考え方で言えば、その市場の 20% をどこから一つのホテルが奪った時から河川化の始まりと。で、我が社は 20% どころかまだ 8% か 7% ぐらいですから、まだまだ百花繚乱期です、まあ、ここでうちが河川が一番乗りとなって、まあ、どんどんうちのシェアが増えてくると価格支配力が出てくるね。今後もまた買っていく予定です。コロナ禍をチャンスと捉え、アフターコロナを見据えてシェアの拡大に動く。業界最大手の勢いは止まらない。ホテル業界の動向に詳しいコンサルタントは、
コロナ禍の非常事態で、業界全体の構図が変わりつつあるという。日本のホテルさんというのは、今まではチェーン化が進んでないというかですね、非常にこう分散されたマーケットで、要するに強いプレイヤーが少ないんですよね。で、おそらく今回の、危機を背景に、寡占化が進んでいくようなマーケットになってくるということになるかなと思いますので、弱肉強食なのか、適者生存なのかあれですけども、そういったマーケットにはなってくるかなと思いますね。はい、あの人の友達やな。うん、友達ベン君っていう。ワイン、めっちゃ美味しい。京都にある簡易宿泊施設、ホステル。ロビーには平日の昼間にもかかわらず、社会人や学生など多くの人が集まっていた。こちらの施設、以前は宿泊客の大半が旅行者だったが、コロナ禍で激減。コロナ前の1割ほどにまで落ち込んだという。去年の2月ぐらいから、キャンセルがこうずっとキャンセルが続くっていう感じで、なんかやっぱりモチベーションが下がるって感じで、去年の4月から6月までは完全に休館して、で、7月から徐々に再開っていう感じで。なんとか苦境を脱しようと、去年の夏から始めたのが、安く長期滞在できるプランだ。口コミで徐々に評判が広がり、先月は個室の9割が埋まったという。客層も一変し、今ではテレワークの会社員やオンライン授業を受ける大学生が多く集う。コンセプトは、京都に住む友達の部屋だ。ここが私の部屋で、1ヶ月ぐらい、ここで生活をしています、はい。長期滞在のプランを利用する鈴木さんは、東京の IT 企業で働いている。コロナでずっともう1年ぐらい一人暮らしで家にずっとこもっている状態だったので、ちょっと新しい場所で生活してみたいなというので、ここを選びました。もうなんか結構ここに住んでると家族みたいな感じになってくるので、おはようみたいな感じでちょっといろいろ話したりして、すごいいいリフレッシュになってるなと思います。ピザ食べられる？ピザ食べたら、お昼、一緒、お昼ピザ食べよう。 OK、 OK。このホステルでは長期滞在者同士が交流し、新しいコミュニティが生まれている。自宅にも既存の施設にもない緩やかなつながりが受けているのだ。来年とか再来年とかいつか戻ってきた時に、自分たちのブランドが多くの今住んでたりする人たちにすごい染み渡ってて、なんかブランドの基盤になれば、この時期もいいのかなと。コロナ禍で大手による寡占化が予測される中、中小の宿泊業者に求められるのは個性だという。中規模小規模なところっていうのは、やはり個性を磨いていかないと難しいんだろうなというふうに思っていまして、やっぱり個性的なホテルというのを、磨いていった上で、SNS で発信していくとかですね、デジタルマーケティングで自分の認知を高めていくとか、これも世界に今そういうことができるような時代になってますので、そういった方策をしっかり取っていく。じゃあそのためには自分自身の売りが何だろうかっていうのがすごく大事な状況になってくるかなと思いますね。万人受けするホテルっていうのは、ある意味誰にも選ばれなくなってくるという時代がこう来てるかなというふうに。パンデミックはピンチか、それともチャンスか。出口が見えない中、生き残りをかけた戦いは続く。